方中田翔、やっぱりセルフ戦力がええ。中田翔選手以下、継承役。来季でプロ生活17年目を迎えるベテランスラッガーが FA フリーエージェント権の行使を視野に入れているのだという。FA の一方にネット上では、中田 FA したところで、来年35の年俸3億、一塁線取る球団なんかないやろ、手を挙げる球団あるんかな？ A ランクらしいから人的保障ある人の年齢に伴う肉体的問題、そして年俸ランクに伴う金で2的問題が弊害になるとの指摘も見受けられる。仮に中田を獲得する場合は、今季年俸の3億円と同額程度の用意が必要で、さらには額面通りならば巨人では B ランクに位置し、A ランクと同様に人的保障が発生する可能性もある。有望な若手選手と引き換えに、さらに3億円の価値に見合う選手かどうかを見定められているようだ。さすがにどっか取るでしょ。巨人やしクラスやろ？どっか取るでしょ。坂本勘の丸中田で A よりの B やぞ。高いしスペ気味だから微妙すぎる。こいつ取るなら山川取るだろ。未だに周りがなんかニコニコしてる中で一人ブレ切れてバット打ったりしてるからな。ファーストどこも空いてるから需要高いやろ。打てる中だとか外人ガチャとかもう当たらんし、日ハム戻ればええやん。立浪が取れよ。外人ガチャ回すくらいなら中田を取った方が絶対に良いけど、お値段次第かね。米印今回参考にした記事はこうでしたが、記事によっては残留路線もあると書いてあるので、あくまで参考までに登録お願いします。